江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら K 国国内の話題なんですけど、携帯しまいなさい、注意された K 国の小4が机を叩き発狂、裁判沙汰になってしまうと。ドンドンドンってどんどんどんね、バタ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 って叩いてますかね。はい、じゃあですね、こちらコメントが1000件以上ついてるんですよ。じゃあ見ていきましょう。くーちゃんお願いします。教室で授業中に机を叩きつけるなどイライラする小学生に罰を与え、教室を出るときに独り言で悪口を言った教師に宣告猶予が下された。それは言いたくないよな。甲州地裁は25日児童福祉法違反、児童虐待の疑いで裁判にかけられた小学校教師 A 氏に対する宣告を猶予したと明らかにした。 A 氏は昨年5月、甲州のある初等学校教室で初等学校4年生の B 君に悪口を聞かせた疑いと、 B 君を10分間教室の裏で罰を与え襟を掴んだ疑いで起訴された。 B 君は携帯電話はカバンに入れておきなさいと A 教師の注意に怒った。A 教師はイライラしながら机を叩きつける B 君を止めた後、保護者に連絡するために教室を出る過程で見込みのないかけるかけると独り言を言った。 A 氏は法廷証言で腹が立って独り言を言ったが、聞こえるほどの大きな声とは思わなかった、生徒を侮辱したり情緒的に虐待する意図はなかったと話した。しかし裁判所は教室にいた他の生徒もこの悪口を聞いた点を土台に、故意ではないが情緒的虐待行為が認められると判断した。これとともに学生の襟を掴んで12分間罰を与えた行為に対しては教育目的を認め嫌疑なしと判決した。裁判所は A 教師が B 君の胸ぐらを掴んだという控訴事実は児童の姿勢を矯正するために襟を引っ張った程度に過ぎず、特別な証拠もないとし、教室の後ろに立っているようにする罰を与えたことも身体的精神的虐待行為とは認めないと判事した。それとともに B 君が教室でした行動に対する訓戒が必要だったことも認められ、被害児童の年齢などを考慮するとき被告人の行動程度が強くなく訓戒と見えるだけで否定的や悪意的な行動とは見られないとも話した。合わせて裁判所は被告人の行動は適切ではなかったが、被害児童の行動が正しくなかった点、被告人が普段児童虐待行為と見るに値する行為をしなかった点、初犯である点、行動程度が微弱な点などを総合して宣告を猶予すると量刑理由を説明した。宣告猶予とは検察が起訴はしたものの、裁判所が軽微な犯罪に対して一定期間刑の宣告を先送りすることで、猶予期間中に特定の事故なしに送れば刑の宣告自体が免れる制度を言う。教室の最初はなんか教室の裏で罰を与えてたんだけど、これは結局教室の後ろの方で立たせたってだけですよね。別にまあって思いますけどね。これで訴えるんだ。このね、ちょっと翻訳で苦労したんですけど、見込みのない XX っていうのがね、この見込みのないっていう言葉も警告的にはかなり厳しい言葉らしいんですよ。でこの XX っていうのはちょっとよくわかんないですけど、まあ多分あれじゃないですか、犬とかそんな感じじゃない、ボソッとこの見込みのない犬目みたいな感じ、しつけがなってない犬目みたいな、そんな感じらしいですよ。かなり見込みがないっていう表現、日本語の表現よりもっともっとネガティブな表現らしい。だからまあ悪口でしょ、それが聞こえちゃったって。だから裁判官もそこだけに対して、まあ注意っていうか宣告猶予っていう形なんでしょうな。はい、じゃあですね、こちらに対して警告の反応いってみましょう。1人目、こういうことで裁判まで行くという事実自体がマッセだということだ。本当にマッセだ。マッセ5217-10。やっぱり子供を見れば親がわかるね。先生の指導に従わなかったせいで起きた事態なのに裁判まで行くなんて、子供が親から何を学んでいるのかと思う。2159-12。最近は子供が1人の家庭が多いため利己的な子供が多い。そして家庭教育をしっかりしてください。家で基本礼儀は教えなければなりません。学校でああしているのを叱らないと常識のない子が多くなるようだ。1630-37。多いよな。警告さんは
携帯を使うなって言われたからって机を叩きつけたくせにこれを裁判まで引きずり込むの？家庭教育がそんなんだから教師だけがかわいそうだね。410-0。だってさ、携帯をカバンに入れておきなさいって言っただけだぜ。それで切れるか。生活指導に応じず机を叩いてイライラして授業妨害したんだから教権侵害とみて懲戒を下そう。これがありえるか？こんなことで裁判まで行くなんて、誰があの子をまともに人間にするのだろうか？親に何か考えがあるのか？まったく大人になって地面を叩いて後悔しろ。308-3。ただああいう子供たちも放っておかなければならない状況なら、学校はなぜ行かせ、先生はなぜいますか？そのまま家で教育させてください。学校が何の親の代わりに任される保育園ですか？学校は学ぶところです。学業であれ人間性であれ、教権を守らなければなりません。親たちが共働きで子供たちの面倒を見てくれるところじゃないんですか。212-1。それもちょっと。生徒が先生を情緒的に虐待したのはどうするんだ。生徒が先生の言葉に従わず机を叩くなどの暴力的な行動を見せたら先生はどうすればいいの。お前のお父さんは何してるんだ。まともに訓育する対策もないのに児童虐待云々すると学校の先生たちはただ呆然とするしかない。194-1。わあ、あの子が後で一体どんな成人になるんだろう。言葉が出ない。教権がそこに落ちたという話を聞いたけど、現場でこれほどだとは思わなかった。153-1。これは、この、あれかな？小学生がドキュンだな。小学生にドキュンっていうのもちょっとあれだけどさ、まあドキュンだよね。はい、じゃあですね、チャットの反応いきましょう。そんぐらいね、我慢ってそんなに携帯いじっていたいのかね。じゃあ上の方行きますかね。サムスンスマホだったから爆発の危険性があったからじゃね。我慢もできないガキンチョ。小4で発狂からの裁判沙汰とは将来有望ですが、わら大統領候補だわら。お前らはカプサイシン取りすぎなんだと思うよ。教師注意するまでは正しかったのに残念。いやでもね、これだけじゃないと思うよ。この子は、この小4は今までのね、こう悪さの積み重ねがあって先生を思わず言っちゃったんじゃないの。独り言を発して聞かれると思わなかったというなら声に出すな。あれも来い、これも来い、多分来い、きっと来い。襟掴んだらそばから見たら虐待だと思います。こんな感じだから車を蹴ったり観光客に前蹴りするやつらが育つんだよ。教育ってご存知。小4の親はお金取れなくて悔しいだろうな。これで子供側が勝ったらもうこの学校ではまともに授業できなくなるでしょ。授業を受ける権利の侵害にもなってないのに裁判するのね。こんなガキどもがもう5年くらい経つと立派な DQN になるんでしょ。日本が関わる前からサボりが日常でしょ。もはや遺伝子に刻み込まれた号だから教育では無理。今の学校は意味ないことをユンが指摘してたじゃないか、わら。大きな声で悪口を言ってないと言ってる大きなのが問題ではなく言うこと自体が問題なのでは。まあ気持ちわかるが、教育といつ立場からは不適切でしょ。今から君たちに殺し合いをしてもらいます、わら。猿が餌をもらえなくて癇癪を起こす様を思い浮かべれば容易に想像できるな、わら。あえて声に出しました。はい、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。